この部分に授業計画貼ってますので、ここに立って10分でいつというところですね、いうところがありました。で、まあ戦略と戦術っていうところでは、顧客ニーズをしっかり把握していきたいなっていうのがありまして、どうでしょう、ありますか。結構他の人も直売するっていう話、他の経営者もやろうとしてるんですけども、はい、若干やりたいことを盛り込みすぎたなというのがあって、やっぱり実際その進捗状況、出勤状況なのです。で、定点カメラを使って栽培記録を取り、技術を高めていく、感覚じゃなくてやっぱり数字を出して書き出してみなきゃいけないのだな。そのためには、やったことがないもので、情報をとにかくたくさん多方面から情報を得たいなと思っております。